辻村道夫は、日本の農学者、日本初の女性農学博士。以下は、15位。茶化キンを初めて分離するなど、緑茶の化学成分に関する研究で知られる。1888年、埼玉県足立郡桶川町に生まれる。東京女子高等師範学校理科卒業。高等女学校、女子市学校教諭を経て、 北海道帝国大学農芸科学会の入学を希望するが、当時はまだ同大学では女子の受け入れを行っておらず、無給福祉として同学科食品栄養研究室に入り、主に解雇の栄養についての研究を行う。その後、東京帝国大学医学部医科学教室に移動するが、1923年の関東大震災により、同教室が全焼したため、 ヤムガクリ科学研究所に研究の場を移す。同研究所、鈴木梅太郎研究室では、三浦正太郎との共同研究で緑茶にビタミン C が多く含まれていることを発見する。この発見は、北米向けの日本茶輸出拡大をもたらした。緑茶に含まれる化学成分の研究はさらに進み、緑茶中のカテキンの発見やタンニンの化学構造を決定するなど、 結出した研究成果を出す。これらの成果をまとめた論文、緑茶の化学成分についてによって、1932年日本における女性農学博士第1号となった。戦後は、お茶の水女子大学や実践女子大学などで、更新の指導、育成に当たりながら、晩年まで研究活動を続けた。ありがとうございます。